ヤマスチャンネル。はい、こんにちは、ヤマちゃんです。いつも見ていただきましてありがとうございます。今日は9月1日から申請が開始される下関市の児童継続給付金、こちらについてお話したいなと思います。それでは行ってみよう。どうぞ。はい、ということで今日は下関市の事業継続給付金、こちらについてお話ししたいなと思います。新型コロナウイルス対策ということで、下関市が独自に経済対策ということで、今回は全業種に1事業者あたり10万円を給付しますよという経済対策が発表されて、それが9月1日から申請が可能になっています。なのでぜひ申請したらいいかなと思ってます。条件を説明させていただくと、下関市内で営業を行っていて、事業を継続する意思がある事業所で、これは個人事業主、法人も両方申請が可能です。続いて令和2年、今年ですね、今年の2月から来年の1月までに、単月の売上が 20% 以上減少した、売上が 20% 以上下がったという事業所が対象です。で3つ目、下関市税の税金をちゃんと納税している事業者ということが証明できること、この3つの要件が当てはまれば、全業種、業種を問わずですね、1事業者あたり10万円を申請すれば支給しますよと、そういう対策になってます。で下関市の事業継続給付金ということで、これは国の交付金を使って下関市が独自に全国の業種に何かできないかということで考えていただいたというふうに聞いております。ぜひ皆さんも、当てはまるんであればぜひ申請をしてみてはいかがでしょうか。また概要欄にもですね、リンクを貼らせていただきますので、そちらから申請書とかを、ダウンロードしていただけますので、ぜひ、確認いただければなと思います。最後に下関市の独自の、経済対策なんですけど、私がインターネット上で調べた限りでは、いろんな各自治体が事業者さんたちを、支援したいということで、同じような給付策というのをかなり出しています。他の市もたくさんありますので、ぜひ Google とかでですね、自分の市にスペース入れて事業継続給付金とかですね、コロナの助成金とかというふうに調べていただいて、自分が該当できる助成金とか給付金があるかどうか、ぜひ調べてみれば、きっといいものがあるのかなと思っております。今日はですね、下関市の事業継続給付金のお話をさせていただきましたけれども、皆さんですね、私も魚屋なんですけど、大変な時期なので、皆さんの情報もですね、ぜひ共有してですね、このコロナ禍をですね、乗り切れたらいいなと考えております。また皆さんからもいい情報あればぜひ教えてください。ということで今日は下関市の事業継続給付金のお話をさせていただきました。それではまた。